最近俺は思ったんだ。どうして人々はチョコを送り合うのかと。え、どうした？知ってるか、バレンタインまであと1ヶ月なんだ。なんだと。いや、気が早いな。バレンタインといえば告白ってイメージもあるけど、日頃の感謝を伝えられる日でもあるよね。はい、いわゆる感謝チョコですよね。そんなんあるんや。はい、正式にはベリーサンキューチョコです。絶対適当に言ってるやろ。あとはまあとりあえずこれあげるチョコとかもあるよね。そんな渡され方したら泣くわ。僕はお兄ちゃんたちからいつもコロン君は頑張ってるね、そのまますくすく育ってね、チョコ欲しいな。俺はいつも最高だね、今日も笑顔が眩しいよ、チョコ欲しい。いや、聞いたことねえよそんなチョコ。そもそもバレンタインに男の子が渡してもいいじゃないですか。男気チョコです。確かに俺が渡してもいいんだ。弟可愛いな、大好きチョコとかもあげていいってことだよね。いっぱいください。あれ、去年すでにあげてる気が。兄ちゃん、俺はマジでチョコが欲しいんだ。だから明治さんとコラボをする。明治さんとコラボ？暴論だよ。きっとこうなります。はあ、チョコ欲しい、チョコ欲しい。あ、明治さんとコラボしてるコロンくんだ。あ、どうも、明治さんとコラボしてるコロンです。今日お店で明治さんのイチゴのお菓子見たよ。だから特別にチョコあげるね。え、いいの？僕に？当たり前でしょ、だってコロンくんイチゴの王子様だもん。バナナ！いや、ならんやろ。なんだ今の気持ち悪い妄想は。悪い夢でも見たような気分だ。なんて素敵な作戦なんだ。さとみくん、チョコあげるね。え、ありがとう、大事にするね。やめろその茶番。私もコロンくんにチョコあげる。へえ、モテちゃって困るな。気分悪くなってきた。頼むよ兄ちゃん、俺ありえないくらいチョコが欲しいんだ。さとみくん、ナナに僕からもお願いします、チョコ。わかったよ、これも弟たちのため。やったー。よし、今日から自分たちがコラボしてるイチゴのお菓子を持って歩き回るぞ。うんうん、明治さんのイチゴのお菓子たくさんあるもんね。きっと友達も増えるよ。僕は AR ハッピーストロベリーメモリー開催中だよって言って、一緒に遊んで仲を深めます。うんうん、友達ともっと仲良くなれるね。僕はバレンタインにチョコが欲しいですってプレート持っとく。うんうん、それはただのアピールだね。1ヶ月前からこんだけアピールしておけば必ずお菓子がもらえるはずだ。完璧な作戦すぎる。そうですね、じゃあとりあえずお菓子をもらうためにお店にお菓子買いに行くぞ。おー、チョコ。どうも、レイジさんのコラボしてるコロンです。ああ、ジェル君ツッコミお疲れチョコ欲しいわ。